シャキーラ、シャキーラ・イザベル・メバラクリッポール、シャキーラ・イザベル・メイバークレポイ、1977年2月2日帯は、コロンビアのラテンポップシンガーソングライター。一般的には、シャキーラという呼び名で知られている。Whenever, Wherever, Underneath You Are Close, L.A. Totura, Hips Don't Lie などのヒット曲や、刺激的な踊り方で知られている。 コロンビアのバランキージャ生まれ。父ウィリアム・メバラクチャディドはアメリカ生まれのレバノン系マケドニア人であり、母ニリアデルカル・メン・リッポ・オールトラードはカタルーヤ系である。7人兄弟で、兄弟のうちの一人は現在、マネージャーを務めている。8歳の時作詞、作曲を始めた。初めて作った曲は、トゥース・ゴファス・オス・クロスというタイトルで、その歌詞に含まれるメッセージは、 自動車事故で息子を亡くしたことで悲観する父をめぐって展開してる。10歳の時学校の合唱団に入団したが、声が強すぎると指摘され、放逐された。友人らは、声がヤギのようだとからかったという。その結果シャキーラは、他で歌う機会を模索し始め、テレビで毎週放送されていた子供向けの歌謡コンテスト番組ビボンラスニーニョースに出場した。 10歳から13歳の間にバランキアの様々なイベントに招かれるようになり、地元で有名になった。そんな時、彼女は地元の劇場プロデューサー、モニカ・アリザに出会う。アリザはシャキーラに感銘を受け、その結果、シャキーラの成功の手助けを試みた。バランキアからボゴタ飛ぶ飛行機の中で、アリザは偶然、ソニーコロンビアの役員、シロ・バルガスと隣り合わせた。 バルガスはシャキーラのためにオーディションを開くことに同意し、そのオーディションは数週間後、あるホテルのロビーで行われた。バルガスはシャキーラの才能に感動し、ソニーの社屋に戻ってシャキーラのカセットをあるプロデューサーに渡したが、プロデューサーは強い印象を受けず、見込みなしであると思った。それでもバルガスはシャキーラの才能を信じており、 ボゴタでサプライズオーディションを実行した。バルガスはソニーコロンビアの役員たちを騙してオーディションが行われる予定の場に連れて行き夜の12時頃にサプライズがあることを伝えた。シャキーラの登場である。そこで3曲歌い、そのパフォーマンスは成功のうちに終了。シャキーラは3枚のアルバムを書き、レコーディングするという契約を結んだ。 1991年15歳の時にソニーコロンビアでレコーディングされたマギア魔法がデビューアルバムである。このアルバムは商業的に成功せず売り上げは1000枚以下であった。マギアの後、1993年にペリーグロ危険をリリースした。このアルバムはマギアよりは成功したものの高校を卒業するためレコーディング活動を1。 休止した1995年、3枚目のアルバムパイズ、デスコールソース、裸足のままで、を引っさげて復帰、南米にて好評を博した。シングルである、エストイエイキ、パイズ・デスコールソース、スウェイニョース・ブロンコス、ドーンデイ・エストス・コーラソン、によって、ポップカルチャー界のアイコンとなった。パイズ・デスコールソースは、世界中で400万枚以上売り上げ、 ついでそのリミックスアルバムザ・リーミキシスがレコーディングされ100万枚以上を売り上げた。ザ・リミックスには広く知られている曲のポルトガル語版も収録され、それによってブラジル市場でも成功を収めるに至った。4枚目のアルバムドーンデイ・エストン・ラス・ラ・ドローネイス、ドロボーはどこは1998年にリリースされた。それはエミリオ・エステファンのプロデュースで、 伝えられるところによると300万ベドルの費用がかかったという。そして、パイズ・デスコールソースよりも磨き上げられたサウンドであった。このアルバムは、さらなる成功を収め、700万枚以上の売り上げを上げた。フランス、スイス、カナダ、そして特に、米国などの非スペイン語圏でのファンを獲得し始めた。ドーンデイ・エストン・ラス・ラドローネイスの11曲の中から、シエが、 ソルドムダ、モスコセン、LA カーサ、ノークラオ、イネビタブル、T、s i テバス、オクタボディオ、そして世界中で有名なオホースアシーを含む8曲がシングルとして売り出された。初めてのライブアルバム、MTV アンプラグドは、エストイエイキと、ドーンデイエストンローズラドローネイスにより構成されている。2000年の3月には、3ヶ月かけて、 ラテンアメリカと米国をめぐるツアーアンフィビを開始した。2000年の8月、彼女は MTV ビデオミュージックアーズにて投票で選ばれるフェイブリテンターナッショナルアーティスト、現在は廃止を受賞した。2001年、ドーンデイ・エストン・ラス・ラドローネイスの成功に続き、英語でのクロスオーバーアルバムに取り掛かった。 グロリア・エステファンと共同で、ドーンデイ・エストン・ラス・ラ・ドローネイスのトラックの英語を書き、レコーディングした。また、アルバム、ランドリー・サービスのために、新しい曲が作られた。英語圏市場での販売を意図して作られたが、ロックとスペインのダンスの影響を受けた。このアルバムは、キューミー・ケイデス・ティー、あなたが残るを含んだ、スペイン語の歌も呼び物にされた。 英語歌詞のランドリーサービスが成功を収め、世界中で1300万枚以上を売り上げ、ホーエネバー・ホーエア・あバーの世界的大ヒット、Underneath You Are Close、カナダで1位、テデ,デジョ・マドリード、Objection 及びザ・ワンなどのオングルをもたらした。このアルバムとシングルのおかげで、北米市場の主流に、シャキーラの音楽的影響が確立したのである。2002年にベストアルバムである。 グランズ・エキシートスをリリースした。またライブオフ・ザ・レコードと呼ばれる DVD と10のトラックが収録されたアルバムも2004年に世界中で300万枚の売り上げ達した。これは2002年から2003年にかけて行った世界ツアーツアー・オブ・ザ・モンゴーセを記念して発売されたものである。2002年9月にウェネバー、ウェ r バーのスペイン語版であるツエルテで MTV ビデオミュージックアワーズのインターナショナル、ビューア、エスチョイスアワード、現在は、廃止を受賞した。そして、その年の10月には、MTV ビデオミュージックアワーズラテンアメリカの5つの、賞、すなわち最優秀女性アーティスト、最優秀、ポップアーティスト、最優秀アーティスト、北部、ビデオフォーイヤー、スウェルテによって、アーティストオブザイヤーを受賞した。また、 同年のエアロスミスの MTV アイコンにて、リュードを歌った。さらにセリーヌ・ディオン、アナスタシア、シェール、ディクシー・チックスなどとも共演した。フィハース4、オーラルボリューム1は2005年6月6日にヨーロッパで、2005年6月7日に北米とオーストラリアでリリースされた。母国、コロンビアやスペインで1位を獲得したほか、非スペイン語圏でも大変評を受け、 イタリアとドイツでも1位、オーストラリアで3位、アメリカで4位、カナダとハンガリーで7位を記録。ワールドセールスは500万枚。リードシングルとしてカットされた LA トーツーラはスペインで1位を獲得。アメリカではビルボードホット100で23位、ラテンホットトラックスでは25周にわたって、周囲を独走した。この曲のように全編冷え越しの曲が、 アメリカのポップチャートでヒットすることは珍しい。近年他にトップ40に入るほどの大ヒットとしては、やはり全編スペイン語によるダディ・ヤンキーが知られる程度である。カナダでも LA トートゥーラはヒットチャート内のスペイン語曲では、初登場で1位ランクインし、最終的に全チャートで21位まで上昇。世界のその他地域におけるランキングはまちまちだが、最高で十位以内に入るか、 といったところである。シャキーラの英語版アルバムとしては2枚目となるオーラルフィグゼーションボリュームにはカナダ、アメリカ、オーストラリア、ヨーロッパ大陸で2005年11月29日に発売された。1番目のシングルカット曲 Don't Bother の受けは悪くはなかったが全米ではトップ40入りを逃した。前編英語史であり、英語圏での大ヒットを事前に期待された。 ポップロック調のドーンとボザーの不調を受けて、翌2006年に発表された、ラテンダンス調の新曲、2006年に再リリースされた、オーラルフィグゼーションボリューム2の新装版用、追加収録曲である、ヒップス・ドントライ、フィーチャリング・アイクリフジョンは、アメリカでは、ラテン、ポップにとどまらず、リズミックや、 アダルトコンテンポラリーなど幅広いジャンルのラジオ局でエアプレイを獲得した結果ビルボードホット100で1位まで上り詰めた。これは彼女にとって初の全米ナンバー1ヒットである。後に UK シングルスチャートでも1位を獲得しており、こちらも書、この年のワールドカップ閉幕式典でもパフォーンスされるなど2006年を代表する世界的ヒットの一つとなった。 2006年4月3日には、パイズ・デスコール・ソース・ファンデーション、コロンビアにおける、暴力からの子供保護のチャリティ基金を設立したということで、国際連合式典において、国際連合から表彰された。表彰式でシャキーラは、私たちが今日帰宅する頃には、今生きている960人の子供が死んでいる、ということを忘れないでほしい。と呼びかけた。 2006年4月27日には、6つの、ラテンビルボード賞を受賞している。内訳、フィーメイルラテンポップアルバムオブザイヤー4フィハース4、オーラルボリューム1、アンドホットラテンソングオブザイヤー 4LA トートゥーラ。2007年には、同じソニー、コロンビアレーベルのスターである R&B シーガー、ビヨンセとビューティフルライアーで共演。アメリカで4位。 イギリスで1位を獲得。この曲は、ビヨンセのセカンドアルバム B Day の新装版リリース時に目玉の新曲として追加収録されたものであり、名義上は、ビヨンセシャキーラと対等な共演となっているが実質は、シャキーラがゲトとして客演した形となっている。2009年、アルバムシーウルフからの1ショートトンシングルシーウルフをリリース。 発売数週で、ビルボード11位まで上昇。2010年、FIFA ワールドカップ、南アフリカ大会のテーマソング、ワカワカを歌って、大会の開通公式イベント、キック・オフ・コンサートで雄大なパフォーマンスを披露し、また、閉会式でも披露された。この曲に関しては YouTube で、再生回数19億6442万回という、大記録を達成した。 2018年7月時点。また、同曲の全世界での売り上げは400万枚を超えた。2011年5月4日に発売した、東日本大震災チャリティアルバムソングスフォージャパンには、彼女のヒット曲 We Never Will Ever が収録されている。シャキーラは2007年に公開される映画、デア e Are To Love Me に出演している。この映画は、単語歌手、 カルラス・ガルデルに関するもので、他に、ロドリゴ・サントロ、パスベガ、ジョルデ・モリャが出演している。2009年に、アグリーベティに本人役で出演している。2017年には、映画、ズートピア・にガゼル役の声優として出演した。また、本作の主題歌、トゥリー・エブリシンも歌っている。2010年 FIFA ワールドカップ以降、FC バルセロナ所属のサッカー選手、 ジェラール・ピケとの交際説が囁ささかれていたが、2011年2月2日に、ピケが自身の誕生パーティー、二人の誕生日は同じの写真ツイッターで公開したことから一挙にヒートアップ。彼女もツイッターでピケを私の太陽として紹介した。2011年5月29日のバルセロナでのコンサートにおいては、チャンピオンズリーグ祝賀会を終えたばかりのピケをステージに上げて、 法要を交わした。その後結婚、2012年9月19日には、第一子妊娠中であることをオフィシャルサイトで発表した。2013年1月22日、スペイン、バルセロナで第一子を出産。スペイン語、英語、ポルトガル語を流暢に話し、イタリア語とフランス語を操る父親団。また、カタルーニャ語を披露したこともあるというマルチリンガルである。 身長1 5 7センチメートル。イギリスのインタビューにおいて自分自身の踊り方やセックスシンボルとしての役割について胸はないが尻はあると発言している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。